この日六本木に新規オープンしたお店に直撃。仕掛け人はこの男。今日は六本木まだ新店舗ということでクイーンバーオープンしたんでチェックしてください。六本木、ロサンゼルス、地元の横浜を中心に活動する実業家でありラッパーのトモロー。事業を通してヒップホップに刺激を受け、彼自身もラッパーとして全国を駆け回る。その強い意志とは。現場に居続けようっていうのはありますね。やっぱりそこを忘れちゃうと現場の価値が分かんなくなって全てが壊れてしまうと思うんで、自分がどんなに大きくなってもどんなに金を稼いでも自分のルーツ、初心忘れるべからずって言葉がすごい僕好きなんですけど、自分のルーツを忘れずに、ここからもやっていきたいなと思ってますね。サイファーをするため海外に足を運んだこともある。ラップへの情熱を燃やすトモロー。そのアクティブな動きはシーンの先輩たちも巻き込んだ。新曲の打ち合わせにいたのはヒップホップシンガービッグロン、そしてシーンの重鎮 DJ 豊。トモローの楽曲プロデュースや海外事業ではパートナーでもある関係だ。ジャパニーズヒップホップの立役者からの強いバックアップ、トモローへの期待。アーティストだからやっぱそんなに自分の世界をやっぱブランド化していかないと。この前 LA 来たんだよ、したら結構いいレッスン行くんだよな。超なんかそれってなってよ、俺なんかお前横でも超ムカってしたけどだけどそのぐらいのものを持ってるんだからさ、やっぱ鍛えるべきだし。早くあのトラック料理してで何回も持ってきて、そしたら俺がすぐホームラン級なの入れてあげる。あがす頑張って。今があるのは結構その音楽始めたから、始めた頃からいろんな事業が広がったわけだし、その基盤自体もやっぱ先輩方がいなかったらないことだし、一番そこをリスペクトしてますね。不況な世の中や若者たちを変えたい、そのために自分はライブに立ち続ける。平成にバブルを起こすため。